壊れて動かんようになったりしたやつを、もらってきて、で、自分で直して、もともとは本当趣味の世界で置いとったんだけど。皆さんおはようございます。はい、今日は南区郡に来ておりまして、僕が好きな燻製屋さんをご紹介したいなと思っております。で、結構場所が分かりにくくて、住宅街にあるんですけど、ちょっと一緒にご案内できたらなと思いましたので、よろしくお願いします。ちょっと入っていくと、あそこに燻製の看板があるんで、あれを目印に行ってもらえたらと思います。燻製処プラムーンさん、住宅街の入ったところにある結構マニアックなお店ですね。はい、では行ってみましょう。はい、今回は岡山市南区郡というエリアにやってきました。こちらに燻製処プラムーンさんというお店があります。行列ができるほど大人気のお店ということです。で、メニューなんですけど、こちらですね。特徴的なのは焼き鳥の燻製が1本単位で販売されてたりとか、もう本当にいろんな商品があって、もう全部美味しいので、僕は本当におすすめです。今回は特別にスモークチーズの仕込みの様子をお届けいたします。じっくりご覧ください。これはチップ。燻製のこだわりが、はい、まあ知り合いに桃農家が、はい、の人がおるから、はい、でその人から清水白桃の原木がその山に放置されるっていう話になって、でいらんかねっていう話がもともとあったんで、その木をチップにして作ったら岡山でしかできんもんができるんじゃないかなって。でまあチップでもただし、自分の手間はいるけど、その分お金がいらんじゃない。ただ安く美味しいものを提供したいっていう俺の中にあったものが一致したから。ひたすらこれの繰り返し。壊れて動かんようになったりしたやつをもらってきて、で自分で直して趣味で置いとったんだけど、はい、まあそのテレビでのきっかけにお客さんも遊べるよっていうんで、もともとは本当趣味の世界で置いとったんだけど、今はコロナの件があって狭い店内やから、ちょっと密集になったら感染防止の観点からちょっと今はお客さんにはごめんなさいで、今はもうちょっとねコロナのあれがフリーになれば遊んでもらうのは全然自由、お金はいらんないけど、あれはもう自作自作自作なんですか。自作543なるよ。もう
大体何時間ぐらいですか、ね、これで3時間やね。3時間だから何回もそうやね、繰り返しで、いやー、燻製好きにはたまらない香りですね。そしてこちら、人気すぎてなかなか購入できない、すぐ売り切れてしまうという商品ですね。今回はお客様優先のため写真のみでご紹介させていただきます。ありがとうございます。じゃあチーズ300円です。はい、こちらでした。はい、すいません、いつもありがとうございます。ありがとうございます。どうもー、ゲットしました。もうお昼回ったらもうだいぶ品も売り切れて、なんとかチーズを入手できましたんで、こちらをいただこうと思います。はい、じゃあ上のテラス席も本当、せっかくなんでいただこうと思います。仕上がってます。あ、香りがすごい、あ、いい匂いです。じゃあいただきます。うん、あ、美味しいです。あ、これは絶対ワインと合いますね。大人も好きな味なんですけど、お子さんもめちゃくちゃ食べやすい味になってて、うん、これは美味しいです。もうおすすめです、本当に。皆さん食べてください。ちょっとお店の名前からちょっとご紹介してもらってもいいですか。お店の名前は燻製どころプラムーン。プラムーンさんですね。結構多くの方わからない、こうちょっとこう外れた場所にあるというか、そうやね、いい場所にある、うん、で7年前オープンされたその当時はなんていうんですか、お客さんとかってどんな感じですか。いや誰も知らんわね。近所のもんしか知らん。あ、そうなんですね。近所でも祭り関係、町内のお祭り出ようだから、その人しか知らん。まあ、なんせ自宅の端っこやから、はい、別に儲けを持って始めたわけじゃないから、はい、今言うように形だけ、はい、うん、店舗を取ったいう形やったから、もう、うん、自分でやってね、はい、店もできるだけ自分で作って、うん、お金かけずに、うん、始めたのが始まりだから。一元さんが来る方が珍しいぐらい。そうやね、まずまず今はね。だけでこうガーンと、はい、岡山のね放送局の、はい、あの番組、テレビ番組で、はい、あの、はい、あれで来られたのがきっかけになって、はい、まあテレビにババッと出ることになったわね。うん、そうやね。だからその分場所もこんなとこでやりおるから、お客さんが来てくれるから、だから1本100円の串かもしれんけど、うちとしたら1本100円で、お客さんは多分100円で買えてないのよね。100円で、うちでも100円で買うけど、はい、ここへ来るまでのガソリン代とか時間とかが実は乗っかっとると思うとるから、だからその分うちはその値段で頑張ろうって。で、皆さんね、安いって言われるけど、はい、うちが別に家賃払ってどっかでやれるわけじゃないし、お店もお金かけて作ったわけでもないし、何百万も何千万もかけたわけじゃないから、はい、まあ、その分お客さんに返して細く長く、はい、まあ、ずっとこうやってこんな地元で自分の家の横やから、はい、あのバッとねやったらいけんと思う。だから地元に愛される店、はい、いつも普段着で買い来れる店が私のやりたいこと、はい、うん、もう初めてこのお店を見つけて、その時まだあんまりネット情報とかに載ってなかったんですね。で、なんでこんな美味しいのに広まってないんだろうっていうので、インスタグラムに一時期本当に1週間に2回とか3回とか上げてた時期があって、で今はもうどんどんあのテレビとかみんなもインスタに上げ出して人気が出てて、僕自身も買いにくくなってるので、だけど皆さんにも本当に食べていただきたい、僕の本当一押しのお店ですので、ぜひあのご賞味いただけたらと思います。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。